ニューメキシコレールランナーエキスプレスニューメキシコレールランナーエキスプレスとはアメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ都市圏の通勤者用の旅客鉄道サービスである州都サンタフェと州最大都市アルバカーキを結ぶ唯一の高速道路州間高速道路25号線の渋滞緩和を主な目的としアルバカーキとサンタフェ周辺に位置するプエブロ居留地の住民や 観光客による利用も見込まれている BNSF 鉄道の線路を利用し、ニューメキシコ州運輸省とニューメキシコ州中部自治体合同委員会とで運営している。第一段階としてベレンからベルナリオまでが開通し、第二段階としてサンタフェまで開通している。乗車券は駅のホーム及び列車内で黄色いベストを着た係員から購入するか、ウェブサイトよりオンラインチケットが購入できる。 オンラインで乗車券を購入すると、追加券は1ドル引き、1ヶ月定期券と1年定期券は10ドル引きになる。料金はゾーン制が敷かれている。正規料金は以下の通りその他、子供、学生、高齢者、障害者のための割引料金等がある。10歳未満の子供は無料。車両は以下の3形式15台を保有している。機関車には、 大道走りを模したマークの頭部、客車にはその羽根が描かれている。車両編成は、編成南端に、機関車が南向きに一両、客車及び、制御客車が続き、北端に制御客車の運転台が来る。乗務員は一列車三名が乗務している。機関士一名、運転扱い車掌一名、そして、乗客扱い車掌一名である。運転扱い車掌は、扉の開閉。 停車位置の確認、出発時の安全確認、車内放送、車内秩序の維持などを、乗客扱い車掌は、切符の出札及び、改札、車内秩序の維持などを任務としている。服装は、それぞれ紺のジーンズと白いシャツの上に、機関士と運転扱い車掌が赤いベスト、乗客扱い車掌が黄色いベストを着用している。駅を増やす計画がある。具体化しているものとしては、 ケイワプエブロ駅国道555駅間のサンフェリペプエブロへの駅の設置プランなどが挙げられる。路線自体は北側の倒す方面や南側はラスクリューセスを経由して国境の街エルパソまで延伸する構想はあったものの全て構想段階に止まっている。ありがとうございます。